マヤは自分だけの幸せを考えればいい。たとえその選択をすることでマヤの周りの友達がいなくなってしまっても、私はずっと友達だよと言ってくれました。私はその時本当に本当の友達ってこういうことなんだなと思いました。お父さんもお母さんも花子が幸せならそれでいいと言ってくれましたね。その言葉は今も私の悩んだ時のお守りになっています。本当にありがとう。三好さんとずっと付き合いたい。でも2012年の8月以降2年間にわたってですね、ずっと言っていたのを今でも覚えてます。だけどそれぐらいですね、あの一筋で真面目で大好きな三好さんと、まあ、この度ですね結婚されたことは非常に私たち自身、まあ、研修組も含めてなんですけれども非常に嬉しく思っている次第であります。私も家内も娘の綾香同様息子を溺愛しておりました、はい、でこの度ですね、かのこさんという大変素晴らしい女性に巡り合いまして、家庭を持つこととなりました、これによりましてですね、私ももうあの子離れをしようと、強くあの今日思いました。私の幸せを持ってくれたから、私は今も昔も変わらずかのこさんの幸せを願っています。そして今圭介さんという素晴らしい旦那様を見つけ、二人で笑い合っている姿を見てとても幸せに思います。高校生の時、お母さんみたいなお母さんにはなりたくないとひどいことを言ってしまいました。本当にごめんなさい。今になって私のことを大切に思い心配してくれたからこそ言ってくれていたことだと理解できました。今はニューヨークでさらに離れてしまいましたが、優しくて頼りになる圭介さんと一緒なので安心してください。花子さんのお父さんお母さん、あのお嫁に大切な花子さん、まあ、お嫁にいただきありがとうございます。ニューヨークに連れて行ってしまって、まあ、非常に寂しい思いさせてしまっており、申し訳ないという点もあるんですが、まあ、花子さんが寂しい思いしないようにしっかりあの一緒に行きたいと思っております。